決まったらスタートボタンを押して始めちゃってください。さあ、身内対決となります。 1P 側アボンナオト、 2P 側ナックマイです。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. 軽いな。さあ、せーの、しっかり立っている。下段も下がっているんですが、まあ、攻め継続できるんですわというのが前。あっと、対空ショットしたか。ジャンシーを普通に食らってしまう。メリライン上げてくる前、まあ、ガンガン来るぞ。西ガンダーだが、さあ、運んで、おっと、俺は強気に行くぞ。PC からの境界 EA まで当てて、コロナが戻ってきましたね。さあ、ナオト苦しいが、どうする。ジャンシーは食らわないようにかなり意識してるんですが、スズランの衝撃波が当たってしまいましたね。一方、停止したのは前。石ガード、石カウンター。おっと、こちらもカウンターしていくが、リターンが取れない。中段は立っている。あ、いいですね。さあ、しっかりリダージャブ CCD インクルセもできている。あれ重要なんですよ。よく二段ジャンプする意識すると、アボンさんミスってたんですね。ちゃんとできてますね。さあ、成長が見られるが、ちょっと固まりすぎか。前が襲いかかる。あ、いいっすね。さすげえな、これバーストになる。さあ、まだナオトワンチャンあるぞ。ワン、おっ、さあ、でもやっぱりこの技で死ぬ。ジャンシー空対空カウンターで、まず先方先制したのはナックマイです。ルピー側、さあ、ワンピー側は前に対して中堅アサビシのレリウスが行きます。さあ、だけどもちらっと言いましたけど、画面上のセットプレーサー、まあ、ギニガーフのセットプレーサーいければ、てか覚えれば、そしたらもうそれで、次はどうするか、それで戦えるみたいな感じだと思うんですけどね。ここはまだ連続9重ねて、なーっと今組んでました。バケた感じですね。さあ、泣く前もデビューとワガランチみたいなオーラを出している。まだ俺は練習する。さあ、ただイスワクリンがかなりぬるいが、デビュースがリード。ゲーナー、あ、かなり翻弄されております。前側一方選手したらレディウス。俺がやっても逆にこれは割と焦りますけど、中途半端にコンボが繋がってなかったりとかして、なんじゃこなんじゃそれやみたいな。さあ、駒投げだ。さあ、CC目で収納していく。さあ、のこぎり、あれ2段目も判定あるわけないですね。ジャンシー通して、さあ、ぐちゃぐちゃにしたいが、さあ、いわゆるチキンガードという今のファジージャンプみたいなね、逃げでうまくしのいでいきます。
いですよ。わかんないなりにしっかり画面足から逃げ出した。これ重要です。お互い様なんですけど、わかんないのは。さあ移動機上がりを狩るラントが引っかかって、アサビジレリウスがお互い分かんないオーラ全開の中、しっかり勝利していきました。さあツピが中堅はどうする。質自体は低級極まりないが、出るのは、なるほど、これで剣士ユムラのイザナミです。さあようやくね CF2 でも総計を踏むことができたということで、ちょうどたまたまそのタイミングに立ち会ったんですけども、最近は、オンラインにも慣れたということで、結構ね、シカ2をねのオンライン体制を有効活用しているユーブラのイザナミ。オンに慣れすぎてオフで支障が出るということももちろんありますね。今回同時に慣れちゃう、どうしてももう片方は普段やってるのと違うっていう、よくどっちがいいか悪いか別としてね、普段やってるのと違うという違和感に変わってしまうので、オンに最近慣れているユーブラはマジコフだと怪しい感じになるのか、元からコンボ怪しいんですけど、さあ今のいつも通り、ある意味いつも通りで、おすごいガード、あーかなりいいガードだったんだ。これ家食らってしまって、できる、オフラインでもできる、できんできた。感じなんですけども、しっかり、決めていきます。一歩前進したらユーブラ、さあ空対空から、あ、じゃあね、空中ガードからオリギアジャーネ通して受けてね、エリウスバーストで回避するが、アジオセの状態でお母さんに繋がっているので、ここは中央になんとか逃げる。さあ中段普通に当たってお母さんを収納します。ジャンシーノコギリジャンプビー強い。さあとりあえず困ったらこれ下段通って、さあこれはさっきより早く崩れたんで、なんとかといった感じ。さあ 2D が爆死でいかがる、これ爆死で潰しとしてはね、昔から優秀なんで注意が必要ですね。特に地上くらいのキャラをバグ捨てが、あー熱戦、しかしあーっと、いや今はリンサですかね、ガッシーのほぼからに B が当たる。あーこれは置き攻め重視になってきたぞ。さあガードかなり頑張っている、頑張ったー、ラスト移動機あり通して、ジャッジビーロイガー、あるよこれは。さあジルス飾らってないま、いい暴れが通る、いじるがあって支援、さあノコギリは拒否る、ライアは冬でかわす、なんとこれは6シーンを逆に入れたの、なんだマスト、ジャンディ、さあお母さん殴って止める、しっかりジャンシーぶっこいて、あこれ今のは DD ミスじゃないですか。あーだってピットからの、え、まだ終わってないから、ピット 3C で、さあちょっとね今のはいけそうなオーラが出たんですけど、なんとかユムラが逃げ切りました。
さあ、ワンピーが大将です、麦野と青川か。Please select your character.今大会で、そうですね、キューベイの大会をやっていて、大会終わった後にあの5先があるんですよ、5試合選手勝ちが。今日多分希望があると思うので、それを2組やってから終わりという感じですね。さあ、ワンピーが大将、麦田をかかる、ツーピーが主権、ユームライターの身となりますが、マジニック、なになに、今のバック、相当強気でしたけど、通りました、一気入れ替え、勝ち気だ、見えない、青川が、グータイク、グー投げ、寄って、しっかり、ずいぶん独特しい色だな、これ。これあれですよね、いわゆる、まあ、最近ドラゴンクエストライバルズって言っちゃった、ありますけど、まあ、元ネタがっぽいモンスターいますよね。実際はどうだか知らないですけど、これによく似た色のあの1号のスタッフの人もいますけど、さあ、一歩を選手したのはさあ、岡川です。さあ、どっちにロックへ決めて、ジューちゃんへ崩してくる、舞台来るから、さあ、あっという間に画面圧を受けてる、あこれはコンボじゃなくて展開の日、置き攻めの方ですね。正規でおいしいおいしくいただいて、パーフェクトで1本取り返す。さあ、ファイナルラウンド、一人一人して、さあ、サケダン、あそこ、サイクルジャンピー、天下の包丁が飛んでくる、何しに変わった、どういうこと、さあ、今の何しに変わったという場面かもしれないですけども、さて、発展、これは絶望的だ、もうじゃ、さあ、最後は中断。はい、というわけで、熱海市が、なんとか一戦止めたんですけども、向こうのチームの層は厚かった、 C チームが勝利して、 B チームは残念ながらここで敗退、試合終了となりまして、最後は A 対 C の決勝戦となります。